ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は再アップの動画になります。今回は CR パチンコ冬のソナタリメンバーを完全攻略していきましょう。2018年6月に京楽から導入された315の技術介入必須のミドルタイプです。ボーダーが 18.0 で普通ぐらいですが、通常回転、アタッカー、電サポ、すべてのスペックが優秀な台となってます。通常時なんですが、保留は8コマで貯められて、5個以上から消化速度が上がります。8個マックスまで貯めて当たってしまうと、当たり抜けの保留が4個5個なので、毎回3個4個無駄になり、ベースがだだ下がりするので、保留は常に6個前後をキープする打ち方がベストだと思います。さらに言えば、先読み系のカスタムをすると、保留が入った瞬間や8点前8点中に当たりを知らせてくれます。その段階で保留を貯めなくて済むので、カスタムした方が無駄玉が減りそうです。おすすめの先読みカスタムとしては、エンジョイモードと置きパチモード、この2つがいいと思います。まず2ラウンド突角時のパカパカを説明させていただきます。打ち出しタイミングは状況によって違います。状況は3種類あります。通常時からの突角、電サポ中からの突角、突角継続時の突角。実写リーチ外れ後にミニキャラがいたり、トラックが突っ込んできたり、電サポ中はリーチに発展する時に画面が割れて発生するパターンが多いです。 2.4 秒のアタッカー解放が2回あります。打ち出しタイミング以外は全て手順は共通です。打ち方は以下の手順になります。最悪打ちっぱなしでもいいので、弾が無駄になることだけは避けましょう。続いてアタッカーの説明をさせていただきます。アタッカーは8カウントなので、3カウント入ったら一度止めて、7カウント入ったのを確認後、ひねって弱強強の3発を打ち出します。センサーが奥にあるので閉まるのが遅く、1ラウンドあたり1、2玉はオーバー入賞が狙えます。またアタッカー横に5玉返しのポケットがあるので、こぼれてもポケットに入ってプラスになるパターンが多いです。ポイントは弱をピタでてっぺんで止められれば、かなり固めやすくなります。最後に止め打ちの説明をさせていただきます。止め打ちは5回放3パターンです。解放にできるだけピタのタイミングで合わせてひねります。セグはセグラン一番下の3枠です。コツはひねるタイミングで弱を少し早めに打ち出すとちょうどいいです。ひねってからそのまま強の位置で、固定電柱からこぼれづらく、なおかつポケットに拾いやすいストロークで調節するのがちょっと難しいです。一番強めの強でも大丈夫ですが、台によってはこぼれやすい場合があります。最初は単発打ちで試してみながらだんだんと慣らしていくのがいいでしょう。難しい部分は多数ありますが、習得するとかなり期待値が上がるので、ぜひ、試してみてください。換金率貸し玉投下でベースが 20.0、 増減がプラス 1.0、 出玉値間が16ラウンド平均1530玉、通常回転が2000回転で期待値約プラス6450玉です。今回はご視聴ありがとうございました。また次の動画もご視聴よろしくお願いします。それでは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、あと高評価、コメントもいただければすごい嬉しいです。